使用する鋼板をお盆のような形に打ち、先端部を花びら状に加工します。次のカーリング加工で天板の花びら状の先端をカールさせます。これはお客様の容器取扱い時に手を切るなどの怪我を防止するための TL カールです。その後、気密性を保持させるためにシール性の優れたパッキン材を充填します。乾燥炉で加熱することでパッキン材を発泡させ品質を安定させます。注ぎ口のある天板の場合、縁金を取り付けます。これでラグ天板は完成です。まず容量に応じた寸法の1枚の印刷を施した鋼板の端面を切断し、寸法を整えた後、2巻分にカットしていきます。切断した鋼板を円筒形に丸め、導線を電極とするワイヤーシーム溶接。円筒形になった鋼板はエキスパンダー工程によって深淵を保ちながら規定の形状に拡張します。その後、缶の上部端面を外側にカール加工、円筒部にビードを成形し強度を上げ、底部にある端面をフランジ加工します。シール材を塗布した地盤をテール管胴体の底部にセットし巻き締めていきます。こちらは巻き締めの様子をシミュレーションしたものです。胴体が巻き締められ、隙間はシール材により密閉します。クローズ管の天板と胴体も同じように巻き締めます。取っ手挿入用のイヤーをプロジェクション溶接し、直後に強度テストを行います。連続自動式リークテスターにより気密テストを全数実施し、漏れがある不良品は自動的にリジェクトされます。特に水溶性内容物を充填されるお客様へ供給するペール管は、内面側の溶接部に防錆性を向上するため塗装が施されます。最後に取っ手をイヤーの部分に自動で取り付け、最終検査を経た後にペール管が完成します。こうしたプロセスを経て、日本全国に日々高精度高品質のペール管を安定供給しています。